モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方にはオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグという美味しいコーヒーのセットをプレゼント。ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、で長いことをこのモーニングジャムのおもろい家族の対象商品として親しまれたオアシスコーヒーの綺麗なカップインコーヒー、綺麗なコーヒーエキス、綺麗なコーヒードリップバッグも今週をもって一旦終了ということになります。はい、オアシスコーヒーの皆さんには本当に長いこと商品提供でお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。対象に輝いてオアシスコーヒーをね楽しんだっていう方からね、はい、あの美味しいコーヒーだったよっていうメッセージもねちょこちょこ届いておりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。でオアシスコーヒーはねもちろんのことながら、はい、店舗としてはあるんで美味しいコーヒーを飲みにオアシスコーヒーにね行っていただければなというふうに思います。はい、さあそれではね、今日届いたおもろい家族、この時間はそうだな、こちら男性の方からいただいたおもろい家族から紹介することにしましょう。こういうのが来るだろうなっていうふうには思っていたんですが、うん、名前は控えておきましょうか。はい、中地彩奈ちゃん、こんにちは。こんにちは。テレワーク中の自宅パソコンからメールしています。絶対に名前は伏せてよろしくお願いいたします。はい、東京の IT 企業ならまだしもこんな九州の田舎でテレワークができるとは思ってもいませんでした。それがきっかけである疑問が解けたのでちょっと意見を述べさせていただきたいなと思ってメッセージした次第です。普段のおもろい家族のように笑える事件が起きたわけではありませんが、家族に関して一石を投じさせてください。いつもの土曜日日曜日、妻にいろいろと家のことを手伝わされるんです。私がやっと休みになったのにって言ったら、決まって主婦に休みはないよというふうに言い返されます。そうかもしれんなと思いながら手伝いをさせられるわけですが、その主婦の実態をテレワーク中見ることができました。あもうほんとこれは一石を投じるっていうか炎上系ですな。あのもう炎上覚悟で ご紹介します、はい、ただねもうあの皆さん言ってももうねこの方の個人の感想ですから。そうですね。そうそうそう、もう個人の感想テレビだったら入れときたいみたいな。もう今何でも入ってますから ね、 そうですね、個人の感想俺もう YouTube に入れたいんですよ。うん、まあ個人の感想です、はい、それはもういじってますよね。だってだってねあれわざわざ入れる必要ねえだろ。あ言っちゃった。まあまあよしとしましょう。はい、我が家の典型的なテレワークの一日、まず朝妻は普通に寝坊。テレワークで通勤がないので弁当も作らなくていいし、まあ仕方ないかな。普段より少し遅く朝ごはんを食べて私はテレワーク開始、妻は朝ごはんの片付け、掃除、洗濯と主婦の仕事があります。なんかごそ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 家事やってる間にお昼が近づいてくる。すると、はあ、3度ご飯をせないかんと文句言いながらお昼ご飯の準備。そんなこと言ったってこっちだって午前中ずっと仕事してるし、4度5度も食べるんだったらともかくお昼食べたら悪いんかと思いつつ声には出せません。夫婦でワイドショー見ながらお昼食べて、私はまたテレワーク再開。妻はお昼ご飯の片付けが終わると多分することがないんでしょう。あとはワイドショーの続きとか録画したドラマとかダラ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 テレビを見とります。新型コロナウイルスのせいで外出しづらいのもありますが、まあ永遠と見てるんです。取りためてる番組の量が半端ない。私が休憩してリビングに行って目が合うとなんとやや攻撃的な態度。いやいやこれが面白いんだよ。なんとやや攻撃的な態度。
いや別に休憩休憩とやり過ごします。こっちだって休憩する休憩ぐらいするわい。夕方5時過ぎに私がテレワークを終えるとソファーで横になってた妻が、はぁ、また晩ご飯作らないかと文句付きで家事再開。その後は普段の平日へと繋がっていきます。こんな具合にこの度テレワークで平日の主婦の一日をしっかりと観察することができました。結婚して30年以上初めてのことです。子供も巣立って毎日休みがないというほど主婦に仕事があるのかと疑問に思っていたんですが確信しました。うちは十分です。さあテレワークに戻りますというね。個人の感想です。そうですよね。それぞれの家の状況というのがありますから。これはね面白いんだよ。いやこの手のメッセージがねいつか来るかなっていうふうには私は思っていたんですけれども、はい、うん、やっぱり来ました。若干スピードは遅かったなという、ことも思わないでもないです。さあそれからね、はい、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。ぬかじあやなちゃんこんにちは。こんにちは。うちの小学6年生の可愛い息子の話。先日緊急事態宣言の解除に伴って太宰府天満宮に遊びに出かけました。家族揃って出かけるのも久しぶりでみんなテンションマックス。本殿に行く出会い場所を渡らずに遠回りしている途中、鯉がたくさん泳いでいる池が、もちろん息子は餌やりたいで、お姉ちゃんと二人分の符を買っておいでと100円渡しました。でも二人で考えて結構大きな符だったんで一本でいいかということになったみたいです。鯉の中に亀もいて家族4人亀になんとか餌をあげたいなと楽しんで餌やりを終えました。さあ本殿に向かおうとした時に息子がポケットの中を探って目をキラキラさせながら、お母さんポケットに今手入れたら50円入っとったね、これもらっていい？それさっきのおぶのお釣りやろ。あんた大丈夫？と姉に突っ込まれ、うちの息子本当に鶏なんです、右向いて左向いたらもう忘れてる。もう鶏もいい迷惑ですよね。こういう風によく言われますけれども、そうですね、鶏が本当にそうなのかどうかわからないというね。右向いて左向いたらもう忘れてる。友達と喧嘩して泣いて大騒ぎして、でも何日かすると何事もなかったかのように遊んでいる。でお姉ちゃんに、あんた喧嘩してもう遊ばんとか言いよったやんと突っ込まれても、なんで揉めたか覚えてない。いい性格なんですけどね、私にとってはちょっと抜けてるけどスペシャル可愛い息子です。いやあのすごくいいと思いますよ。そうですよね、うん、あのやっぱりね忘れるっていうこと、うん、はい、っていうか多分忘れる前に許してるんです。あ、そうですか。そう、まあだから50円に関しては許すとか許さないとかじゃなくて。そう喧嘩に関して、いつまでも覚えてたらね大変ですよ。そうですよね。うんうんうん。ねちねち言われても嫌ですしね。いやあのね、それ言わなくていいから。ただ思うんですよ、あの人間は、はい、そのね、あのなんていうか時間の差はあれみんなやっぱちゃんと忘れるようにできてるんで、そのねちっこい人もね。女性には人気がないよな。そうですね。さあそれからね、はい、最後これいきましょう、男性の方強さんですね。中地あやなちゃんこんにちは。こんにちは。最近モーニングジャムでテレビゲームの話題がよく出てきますよね。それを聞いてて思い出した今から38年前のエピソード。当時まだ家庭用ゲーム機がほとんど普及しておらず、中学生だった私は近所の駄菓子屋さんに置いてあるゲーム機でパックマンとかゼビウスなんかを楽しんでおりました。しかし私が通っていた中学校は外でテレビゲームをやるのが禁止というわけのわからない校則がたびたびその駄菓子屋さんに先生たちによるガサ入れが行われていたんです。私も一度捕まってしまって職員室でこっぴどくお説教。
しかし私たちは負けていませんでした。今度は自転車で30分以上かけて隣町のゲームセンターまで遠征。ここなら先生たちにも見つからない。しかしそこにはバリバリの地元の高校生たち、ヤンキーがたむろしているんです。目を合わせるな、絡まれたらおしまいだ、身ぐるみ剥がされるぞ。限られたお小遣いでたった数回ゼビオスをやるためにわざわざ自転車で30分かけて危険に身をさらしていた私たち。しかしそんな私たちに朗報が。駄菓子屋さんが隠れ部屋を増築したんです駄菓子屋さんも商売だからね。そうですね、そうそうそう黒いカーテンの奥にある隠れ部屋は照明が、なく真っ暗でたくさんのゲーム機が置かれている。やったぞ、これだったら先生たちに見つからない。そう、それはまるでレジスタンスたちの秘密基地といった感じ。しかしその数日後、黒いカーテンが突然開けられて先生たちが私たちの秘密基地に突入してきたんです。みんな慌てて逃げ出したんですが、私を含めた数名が確保されてしまいました。チキショウ、誰か情報を漏らしやがった俺たちを売りやがったそしてまた職員室でこっぴどくお説教。さらに翌日朝礼で朝礼台の上に立たされ、この人たちが昨日禁止されているテレビゲームをしていましたと晒し者に面白いね追伸ガサ入れの時に逃げた仲間たちは誰なのかという先生たちの厳しい尋問に口を割らなかったことは今でも私の誇りです。モーニングジャム